この動画では Google スプレッドシートにグラフを挿入するなどのグラフの体験を行います。Google スプレッドシートに入力したデータを使用してさまざまな種類のグラフを作成し編集することができます。Google スプレッドシートで表示されるグラフはグラフを作成するために指定した範囲の値が変更されるとグラフの内容も変更されます。これまでの動画で作成したピボットテーブル1のシートをコピーして グラフのの作作成成練習ををすす。る新ししいシートを作成しますシート名を「グラフ練習用」に変更してこのシートでグラフの挿入や編集の体験をしましょうこれまでに作成したピボットテーブル1のシートを指定してシート名の右側にある下向きの三角をクリックし「コピーを作成」をクリックします作成されたシート名を「グラフ練習用」に変更しましょう グラフ練習用のシートではグラフを作成しやすいようにするためピボットテーブルでの集計軸から販売担当者を削除しますさらに商品名と日付の総計を表示しないようにします総計がグラフを作成するための範囲に含まれていると全体の合計を表示するグラフでは全てのデータの合計値が2倍になってしまうため総計を含まないようにします グラフを作成したい範囲を指定して、挿入、グラフをクリックすると、シート内にグラフが挿入されます。挿入されたグラフをクリックすると、グラフの大きさを変更したり、グラフの配置を変更できます。指定した範囲のデータにふさわしいグラフが自動的に指定されて挿入されます。挿入されたグラフの形状は、グラフエディタのグラフの種類から変更できます。グラフの種類を下方向にスクロールすると、 様々なグラフが表示されます。指定した範囲のデータで使用できるグラフの種類が表示されます。クリックするとグラフを変更することができます。ここでは縦棒グラフにグラフの種類を変更しましょう。このグラフの形状では X 軸、横軸に商品名が表示されています。商品ごとに系列を分けて1日目、2日目、3日目の売上合計を示しています。 商品ごとに売り上げがどう推移したかを比別に確認したい場合はこの形状でよいですが比別に商品別の売上を比較するには向いていない形状となります行と列を切り替えるにチェックをつけて表示を変えてみましょうグラフエディタの設定タブから行と列を切り替えるにチェックをつけて表示を変えてみましょうするとこのように x 軸横軸に 日付が表示され日付ごとに商品別の売上げの縦棒グラフが表示されるようになりますこのようにして分析したい観点に合わせてグラフの種類を指定したりグラフの行と列を入れ替えましょう挿入したグラフのデザインを変更したい時はグラフエディタのカスタマイズボタンをクリックして表示されるメニューにあるものが編集できます Google スプレッドシートのグラフへの編集についての考え方は グラフの中で編集したい箇所をダブルクリックするというものですダブルクリックによってカスタマイズの中の編集メニューを素早く表示します例えばタイトルの箇所をダブルクリックして変更してみましょうグラフ内のタイトル部分をダブルクリックし比別半角スペース半角スラッシュ半角スペース商品別売上比較と変更しましょうグラフの中からタイトルを編集することもできますし カスタマイズからタイトルテキストの箇所が表示されるのでこちらを編集することでもタイトルを変更できますタイトルの入力内容だけでなくタイトルのフォントの種類やタイトルの文字の大きさ文字の配置文字の色などを変更できますグラフを見る人が見やすいスタイル何を示しているグラフか分かりやすいタイトルとなるようにしましょうグラフの中の判例の箇所をダブルクリックしグラフエディタの判例 にある位置を右に変更してグラフの見た目を整えましょう作成されたグラフに表示したくないデータがあったり追加したいデータの範囲がある時にはグラフエディタの設定から系列を操作しますそれぞれの系列の右側にある点々点をクリックするとグラフから削除ができます系列を追加したい時にはこちらから追加したい範囲を指定し系列を追加できます グラフを作成するための範囲をあまりにも複雑に操作してしまうと、元データのどこをどのようにグラフにしたかが分かりにくくなるため、この動画ではデータ範囲の追加や削除の操作を詳しくは解説しません。そもそもグラフを作成する際に、範囲を正確に指定しておくことが重要です。グラフに対して範囲の指定を細かに行いたいという方は、ご自身の画面でぜひ学習してみてください。 挿入したばかりのグラフはグラフの外枠の線の色がグレーグラフ全体の背景色が白などとてもシンプルなデザインとなっていますグラフエディタのカスタマイズをクリックして表示されるデザインのメニューを上から順にクリックしていきどのようなことができるのかを確認してみることでどのようなことができるのか自分が実現したいカスタマイズをするにはどの機能を使うのが良いかということを想像できるようになります デザインにこだわりすぎてたくさんのカスタマイズ設定をすると新しい Google スプレッドシートの資料や別のデータ範囲でグラフを作成するときに似たようなデザインでグラフを作成することが困難になります最初から設定されているデザインもそれほど悪いものではないはずなので目的に対して見合ったカスタマイズのための時間をかけるように心がけましょうグラフのデザインに対して設定できる項目がたくさん表示されていますので 判例ののの文字の大きささやフォントなどの変更をお好みみで行ってみてください。グラフのデータ系列の色の変更については今後新たに作るグラフの色合いとも合わせるために独自の色に変更しないことをお勧めしますグラフのデザインの変更についてこのように体験していきましょうグラフの種類フォントをエイリアルにグラフの種類背景色を明るい緑3グラフと軸のタイトル タイトルテキスト、比別、商品別、売上比較、グラフと軸のタイトル、タイトルの書式、配置、中央、系列、データラベルにチェック、判例、位置、下、横軸、傾斜したラベル、30度、グリッドラインとメモリ、縦軸、補助メモリの表示モード、数、 補助メモリグリッドラインと補助メモリの数4するとこのようになりますグラフに表示する数値のデータ特に金額通貨を示すデータをかっこ1000円やかっこ100万円のように倍率を変更したいという場合もあるかと思います元データの数値はそのままでグラフの表記だけかっこ1000円かっこ100万円などとしたい時にはカスタマイズ縦軸 から倍率を1000にして数値形式をその他のカスタム形式として 0（1000 円）（と閉じる）と入力します。するとこのようにグラフの縦軸の数値形式が （1000 円）となっていることがわかります。グラフによって示したいことが共同編集者や閲覧者にとってわかりやすくなるようにデザインを工夫しましょう。 グラフのデザインのカスタマイズ機能はたくさんありますがグラフの見せ方によって印象をコントロールしようという意図を持って編集しないよう注意してください作成したグラフを Google ドキュメントや Google スライドなどの他の場所に貼り付けて使用したり作成したグラフのデータの範囲や設定を活用して新たなグラフを作成したいという時はグラフをコピーして貼り付けましょうこれまでの操作で作成したグラフをクリックして右上の点々点をクリックし グラフをコピーををククリックします。グラフをコピーしたら貼り付けのショートカットキーの操作によりコピーしたグラフを貼り付けられます同じ Google スプレッドシートの同じシートにも別のシートにも貼り付けることはできますし Google ドキュメントや Google スライドにも貼り付けることができます過去に作成したグラフやデータをコピーして貼り付けたり他の資料から参照されるデータとして使用することで同じ情報を何重にも入力するという無駄をなくすことができます 一度作成したデータが他のシーンで活用できるように大事にデータを運用していきましょう。作成したグラフをコピーしてたくさん貼り付け、貼り付けたグラフの種類を変更して一つのシートに並べてみましょう。どのようなグラフを使用できるかを確認してみましょう。コピーしたいグラフの右上にある点々点をクリックし、グラフをコピーをクリックします。貼り付けしたい箇所のセルをクリックし、 貼り付けのショートカットを行います。貼り付けの操作を何度か行い、複数のグラフが作成されるようにしてください。貼り付けたグラフの配置を調整し、それぞれのグラフで点、点、点をクリックし、グラフをカスタマイズしてグラフの種類を変更してみましょう。いくつかの種類のグラフを挿入することでグラフの仕様に慣れましょう。また、分析したい内容によって効果的なグラフは異なります。 どのような種類のグラフがどのような時に有効かについても意識してみましょうグラフの種類ごとに表現が得意な内容は異なります一つ一つについて細かく解説はしませんがデータを意思決定に最も役立つ形式のグラフとして表現することを心がけましょうここまでの動画で高度な機能であるフィルター並べ替えピボットテーブルグラフについて体験しましたこれらの機能の存在を知っていることで 仕事や学業でデータをまとめるときに、このやり方よりもこうした方がもっと簡単に早くできるんじゃないか、というひらめきをきっと得られるはずです。自分の毎回の手作業による集計だけではなく、最新の標準機能をなるべく活用して、誰もが簡単に作り方や使い方を理解できる資料の作成に、ぜひ挑戦し続けてください。